ございます。喉が開いたらなんと5時半です。頑張って早起きしてみました。どうやら早起きは得するみたいなので、本当に得をするのか検証していきたいと思います。まさかのなんやけどさ、うわぁ雪積もっとる。雪積もった東京初めてかもしれん。朝起きたら家でも旅先でもどこにいてもまずは音楽を流します。結構 MacBook 音質がいいのでスピーカー代わりに使ってて、基本的にジャズかゆったりした洋楽流すことが多いかな。最近はラナデルレイがお気に入りです。ラジオ体操で体を起こします。12キロ痩せた時も毎朝してました。ここでね、私なりのこだわりがあって、肩甲骨をしっかり剥がすように動かすのと、しっかり筋を伸ばしてあげること、そして腹筋使えるところはお腹に力を入れてお尻の穴もキュッと締める。で、呼吸は肋骨を触って吐く時に沈めるように意識するのも大事。これだけで運動しなくてもリバウンドせずにいけてるのでおすすめです。完全に言い忘れてましたが、お仕事で東京に来てて、この日は丸一日お休みなので美容の予定をね詰め込んだ一日です。1月後半から3月の撮影に向けてボディメイクしてるんですけど、ウエストがこの日64センチで、なんと2週間でウエストがマイナス5センチになりました。朝食が7時半からなので、それまで筋トレと有酸素運動をします。機械使うときは重り軽めにピラで教わった背骨反らないだとか、肋骨締めるだとか、肩に力入れないとか、まだあるよ、足は外じゃなく内側意識して力入れるとか、この辺をねまるっと意識してゆるく筋トレします。で、あとランニングマシンでテレビ見ながら10分歩いて20分ゆっくり走りました。マジで気持ちすぎてストレス発散、本当に最高。時間だったので私とおじさましかおらず、景色のいい席に座りました。クロックムッシュじゃない、なんだっけ、食パンの上に目玉焼きとかいろいろ乗ってるのにしたんやけど、結構ねお腹いっぱいになって少し焦ってます。東京でお仕事の時は基本ホテルなので、打ち合わせとかスタジオ近い場所に撮るんですが、ホテルがね好きなのでホテル開拓するために働いてる感ありますね。今回もご褒美級の素敵なホテルに宿泊しました。ギリマイナスではない、働こう。ラグジュアリーなホテルなので、ちょっとお高めなスキンケアたち持ってきた。気分いいのでね、たっぷり豪快に使って幸福度上げていきましょう。そうそう、今日はお肌レーザーとかパーソナルデザイン診断とかするので、すっぴんデーです。フルですっぴん動画とか大丈夫かいな。健康と美容に欠かせないビタミンとミネラル豊富な青パパイヤの酵素に最近ハマってます。青パパイヤって酵素界の王様って呼ばれとるらしい。そしてすっぴんのままだと日焼けしてしまうので、ちょっとねトーンアップする日焼け止め塗っていきます。そしてボディメイクの日課の一つ、ノーションでのダイエット記録。初心者で一から作ったのでまだ完璧じゃないけど、運動量とか変化が分かるようにデータ化してます。体型のビフォーアフとかダイエット食とかのキープにも使ってるので、マジでおすすめ。
私が去年の冬からドハマりして通ってる WE BEAUTY でコルクン受けに来ました。5回目ですが、会う人会う人に痩せたって聞かれるの多分ここのおかげ。コルギってよく聞きますが、コルギは骨に対してのアプローチで、この WE BEAUTY で行ってるコルクンは漢字で骨に筋って書くんですけど、骨だけじゃなく筋肉に対してもアプローチを行うので、リンパにも関連するマッサージになります。そしてびっくりなことに、手ではなく足で行うのも魅力の一つ。手よりも深部まで施術ができたり、短時間で変化が出るのも特徴です。すごくない？浮いとるんやけど。いろんな悩みの中から施術選べるんですが、私は頬骨と美人肩のセットでいつも行っています。前回初めて猫背メニューしたんですけど、感動的に体が楽になって綺麗になったので、これからは美人肩と交互にやろうかなって思ってます。ちなみに痛みよく聞かれるんですが、私は最初もう3回目ぐらいまでは結構痛かったです。でも調整してもらえるので、その日の気分によって変えてみるといいかもしれません。見てください、この日の変化すごすぎない？肩のもっくり筋が消えましたね。正しい位置に戻すことによって痩せて見えるので、特別な日の前日とかのスペシャルケアにおすすめです。終わりました。なんか心なしか痒い始めて、肩の位置変わって二の腕が細くなった気がする。あと埋もれた首も出てきた。ほんと秘密にしておきたいぐらいおすすめな場所です。そしてセラピストさんにおすすめしてもらった近くのご飯屋さんに行ってみます。昼は並ぶそうなのでドキドキ。私で席埋まった。めっちゃ人多い。やってきたのはサムゲタンのお店、グレイス麻布十番店です。ハーフがちょうどいいとのことで頼んでみましたが、本格的なサムゲタンでうますぎる。塩ほとんど入れなかった。確実に買います。サムゲタンを食べるとダイエット効果だったり、むくみ防止、代謝アップ、食べ過ぎ防止にもなるとのことで、めっちゃ美容効果あるの。東京にいるときはね、ホテルに引きこもりがちなので、いいお店知れてよかったです。通います。他にもね、一人の女性のお客さんもちらほらいたので、行きやすいかも。状態なんですけど、今似合う色を合わせていってる感じですよね。得意な色ばかりです。あ、お願いします。お願いします。これ持って洋服屋さん行きたい。似合う、この色かわいい。似合う。うん、似合ってます、うん、なんか本当にちょっとしたトーンでこんな変わるんですね。感じで良くなります。こんな感じで赤とか合わせると、ゲージャンとかでも使えます。すると桜文字っぽい感じ。本当だ。春先とか結構入れてあげると可愛いらしい。選ばないけど使ってみたい。あとアイシャドウの白目の下、うん、ここにちょっとだけこのグリーン入れると、白目すごい明るくなって綺麗に見えます。ちょっとだけ入れると。あ、絶対入れます。ぜひ春やりたい。白目綺麗に見えるけど透明感出ますよね。白目すっごいくすんでる。まずはパーソナルカラーから見てもらいました。私は以前したことがあったんですが、人によってはね、診断変わったりもするみたいなので再診断してもらいました。安定のブルベナッツ、またより似合う色が明確になったのでコスメ欲が爆上がりです。これとこれ、これとこれそう。わあ、紫好きだから挑戦しよう。あとこの辺も得意だったし、あとこれか、この辺ベビーピンク、ファーダブル。ありがとうございます。今回自分の似合うと魅力を深掘りするためにパーソナルデザイン診断してきましたが、大きく分けて6種類タイプある中で、私はナチュラルタイプでした。グレースタイプも合わせ方によっては似合うみたいなので、またお洋服選びの幅が広がりそうです。
表参道ウィズクリニックにやってきました。ずっとやってみたかったビジア診断をして、シミがどれぐらいあるかとか、どんな施術をやるべきなのか相談しに来ました。このビジアっていう肌診断では8項目が分かるようなものを持っていて、うん、5% ですね、うんうん、50% っていうのが真ん中で、100とかだともう本当にすごいです。100点に近いような。でシミも結構もうちょっとたくさんプロットされる方が多いんですけど、うんうん、かなり少ないです。次はキメですね。すごくキメが綺麗です、もう紫外線シミは本当に素晴らしいです。で実際の年齢よりも若く出てらっしゃいます。さすがです。一旦流すと今のお付き合いにして本当に美容医療も何も受けずに、ごくごく普通に暮らして、たるみとかも全てを受け入れていった姿が見える感じ。怖い。この辺もニキビ跡なんですかね。災害の身に関して、うん、おすすめですけど、ピコスポットって言って1回当ててちょっとかさぶたにして取るっていう施術もできます、もっともっと薄いものはやっぱりピコトーニングの施術ですけど、それも顔全体に当てるんですけど、こういう薄いシミとかちょっとしたくすみとか、あとシミ予防を含めて当てていくっていうのがいいんじゃないかな。そんなにところがないくらい結構お綺麗で、そんなにざっこいシミみたいなのがなくて、もしするとしたらこれとか、これとか、いけそうなのだったら打ってみたいです。相談した結果、濃いシミは3つほどピコスポットを当てて、ピコトーニング、そして最後に導入のキアシスという流れになりました。ピコスポットは輪ゴムで弾かれるような痛みで、私は全然大丈夫でした。でピコトーニングが今まで味わったことない感じで、なんだろう、強めの静電気が永遠に顔に当たってる感じ、そんな感じがしました。最後はキアシス、レナトス TA プラスというトラネキサム酸導入しました。鎮静にもいいみたいで、このセットで続けたいなと思います。ってわけで、このままバタバタお家へ帰り、動画撮れなかったのでこの辺にしておきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。